モグラはどうして穴を掘るの？みんなこんにちは、アテナくんだよ。モグラってどんな暮らしをしてるんだろう。今日はモグラさんにお話聞いてみたよ。やあ、僕はモグラ。みんな僕がどこで暮らしてるか知ってる？そうだね。僕は土の中で暮らしている。土の下にトンネルを掘ってね。僕は餌を探して土の中を動き回るんだ。こんな風にね。ほら見てくれよ、僕の前足。シャベルみたいだろ？僕はこの大きな前足で土の中をかき分けながら餌を探すんだ。平泳ぎみたいに横に土をかき分けてね。僕の餌はトンネルに迷い込んだミミズや昆虫。僕は一日に自分の体重の半分ぐらいの餌を食べちゃう。ところで僕らモグラは目が見えない。土の中は真っ暗だから目も必要ないしね。まあ見えないけど光を感じるぐらいはできるんだけどね。え？目が見えないと困るだろうって？うん、大丈夫。僕のこの尖った鼻は餌の匂いを感じ取りやすいし、何が鼻に触れたかだってわかるんだ。それに土の中のかすかな揺れだって感じ取ることができるんだよ。あと鼻が尖っているおかげで柔らかい土なら掘らなくたって進めるんだ。土の中の生活も結構気持ちいいもんだよ。モグラさんありがとう。モグラさんの体って土の中で生きるのにちょうどいいんだね。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。